私、石川大我、鈴木陽介さん、なぜ応援をするか、それは地元だからだけではありません。鈴木陽介さん、一人一人の弱みに寄り添う、そんな活動をずっと続けてこられたからです。そしてまたご本人のありよう、そして弱さ、そういったところもしっかりとさらけ出して、そして活動を続けてきたからです。鈴木陽介さん、パートナーが外国籍の方です。入管の問題、スリランカのウィシュマさんという方が名古屋の入管で悲惨な死に方をされました。入管の問題を身をもって知っている、そんな鈴木陽介さん、そしてまたご本人、パートナー、不妊治療を続けてられている、そんな中でパートナーと事実婚であるがためになかなかこうしたものを受けられない、そういったことも本当はプライバシーの問題です。しかしそれをしっかりとお話をして、そしてこの政治を変えようとしている、そんな鈴木陽介さん、皆さんと一緒に小選挙区で、ここがポイントです、皆さん小選挙区で当選をしてもらおうではありませんか。小選挙区、今立憲民主党激戦なんです。小選挙区で立憲民主党、そして立憲野党の統一候補が当選をすることで、比例の人たちが当選をしてくる、これによって皆さんと一緒に政権交代を実現しようではありませんか。今目指すべき政治ははっきりしていると思います。約10年間の安倍菅政権によって何が起こったか、それはお金持ちがよりお金持ちになる、大企業がより内部留保を貯める、あるいは安倍さんとお友達の人たちだけが豊かになっていく、そんな政治はもう皆さんやめようではありませんか。人の痛みに寄り添う、多様性を尊重する、夫婦別姓ですら実現ができない、そんな社会は皆さんと一緒にもう変えたいと思いますが、いかがでしょうか。私は LGBT の問題に取り組んでいます。当事者として2000年から LGBT の人権の問題に取り組んできました。2000年当時はなかなか政治が見向きもしない富山でした。区役所の役所の窓口に行っても、そういったことは区役所でやるテーマではないから、そう薄ら笑いを浮かべて追い返された、そんな経験も持っています。しかし政治は変えられることが皆さんできるんです。今どうでしょうか。 LGBT の法案、残念ながらこれは通りませんでしたが、国会で大きな話題になりました。夫婦別姓の問題もそうです、同性婚の問題もそうです。世界 G7 の中で同性婚を認めていないのは日本だけ、世界から取り残されていってしまいます。そして何より当事者の人たちがパートナーシップ制度が実際できることで、同性婚ができることで、 LGBT の平等法ができることで、政治は私たちの方を向いている、行政は私たちの方を応援してくれている、そんな思いを持って生活をすることができるんです。命を失う当事者たちが今たくさんいます。政治を変えたいと思います。政治を変えて、一人一人の個性を認め合う、多様性を認め合う、そんな社会に皆さんと一緒に変えていきたいと思いますが、いかがでしょうか。政権選択選挙です。4年に一度この選挙で政治を変えるんです。皆さん、枝野幸男、ぜひ皆さんの手で総理に押し上げていただきたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。枝野幸男総理が誕生することで、弱い立場に寄り添う政治、多様性を認め合う政治、夫婦選択的夫婦別姓の問題、同性婚の問題、ウィシュマさん、本当に悲しい死を遂げました。こうした問題に関してもメスが入っていきます。政治を変える、行政を変えることができます。皆さんと一緒に新しい政治に変えていきたいと思います。参議院議員石川大我、そのために全国を駆けまくって一生懸命頑張りたいと思います。皆さんと一緒にこの国の政治を変えましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。